やっぱこういうの好きだよね。なんか宝塚見たくなっちゃったな。 マシュマロじゃないもん、マシュマロだもん。はい、どうもマシュマロでーす。さあ、今回はですね、6月といえばジューンブライドですよね。いや、梅雨じゃないって私は思うんですけど、今回のね、イベント用にドレスコードしてみました。どうでしょうか？なんか割と可愛いんじゃないかなと思っています。で、今日からジューンブライドのイベントが30日まで行われますよね。皆さん、特にね、女性の方は楽しみにしていたのではないかなと思うんですが、私のチャンネルね、男性が割と多かったんですけど、おかげさまでね、女性が6割となっておりまして、同性にもね、見てもらえるのがとても嬉しいです。全然男性が見てるのが嫌とかじゃないんでね、これからも見続けてくれると嬉しいんですが、同性にも好かれるね、実況者を目指していきたいなと思っています。ということで、今回の動画は女性も嬉しいし、家具コンプ勢もね、嬉しいお得な情報となっております。まず今回の家具、もう私はすでに51種類全てコンプリートしました。で、今回のお題目なんですが、1、今回のイベントは何をするのか。2、このイベントの決まったルーティーン。3、もらえる家具の種類。まあこれはね、リメイクが可能かどうかとか、マイデザインが使えるかどうかなどね、ちょっと詳しくお話しします。4、DIY レシピの有無をコンプした家具の紹介をしていきたいと思います。まあ見たいと思うんでね、みんなもね、こう海外の人が上げていた画像はね、ちょっと粗い状態なんで、綺麗なね、画質でお届けしようかなと思っています。ということで、まず1つ目の今回のイベントは何をするのかというところからお話ししていきたいんですけど、まずパニエルの島に行きます。で、このパニーの島へ行くを選んでください。無料で行けるんでね。で、そもそもこのパニエルが住んでいるパニーの島というのは何をするところかというと、写真を撮ったりね、レイアウトの練習というか、あとはアミーボカードで住民を呼び出してポスターを取得したりする場所になっています。なんで今回のイベントがない限り来たことがない人もいると思うんですよね。今回はここでイベントを行っていきます。そしてこれはね、1日1回しかできないんですよ。なんで毎日通うことになりますね。時間操作ができない方は毎日毎日通っていただく感じですね。時間操作ができる方はですね、もう終わったら次、終わったら次をやっていけばいいんですけどね。まずお手伝いをするんですけど、最初ここに入ってくると、ここにね、パニエルとカイゾウとリサがいるんですね。それで今回のイベントがスタートします。で、今回も私は終わっているので、それはね、端折っていきます。ではパニエルに話しかけます。そうすると、リサさんとカイゾウさんのウェディング撮影を手伝ってくれるのかな。ここで手伝うと、使い方がわからない人はまずパニエルに質問してもらう方がいいかな。そうすると、こうやってね、リサとカイゾウがいます。で、ここで何をしていくのかなんですが、今回のイベントはこの2人のね、この夫婦の結婚記念日をお祝いした記念写真を撮るために、この2人は6月1日から30日までいるんですよ、ここに。で、皆さんはそのお手伝いをしていくんですが、リサにね、いろいろとお願いをされるわけです。挙式だったり披露宴だったりをイメージしたレイアウトをしていきます。まずリサに話しかけます。そうすると、こうやって、まあ最初はね、今日も来てくれてありがとうとは言われません。セット作りをお願いできるかしらと。写真撮影をするにあたってセット作りをやります、皆さんは。で、テーマを出題されます。私は今シックなイメージのセットで写真を撮りたいのと言われておりますね。ブラウンやベージュ、ブラックを基調とした上品で落ち着いた感じでお願いねと。なんで家具は茶色かベージュ、ブラックを使わなきゃいけないんですね。そしてセットを作った後で、写真撮影をするところまでが一つのセットになっていて、写真撮影を終えたらリサに話しかけます。で、ちょっといっぺんに作っちゃいますね。はい、ちょっとね、パーッと作ってみました。めちゃめちゃ簡単に作ったんで、すごくシンプルなんですが、シックにね、まとめてみました。もうちょっとね、手の込んだものみんなは全然作れると思うんで、この辺とかも空いてるからね、ちょっと動画なんで簡単に作ったんですが、この後で ZL を押して写真を撮るを選択します。で、自分は写っていたらダメなので、マイナスボタンでね、自分を消していただいて、こういいアングルをね、皆さん探して、写真撮るの好きだと思うので、いいアングルを探していただいて、あとはね、こうくっきりポップとかふんわりとか
ドラマチックとかいろいろあるんでね、フィルムで撮るとねかなりレトロだよね。今回はちょっとこのドラマチックで撮影します。で何枚かね好きなもの撮っていただいてリサに話しかけます。そうすると撮れたみたいねと写真を見せてもらいたいんだけどいいかしらって聞かれるんで、この場合何枚か撮った場合は最後に撮った1枚だけを見せてもらうって言うんですね。だからいいものをね見せてください。で今1枚しか撮ってないんで今撮ったものを見てもらいます。そうするとまあなんて素敵なセットなのかしらって言っていただける時もあるし、逆にイメージと違ってがっかりされる時もあります。とてもね喜んでくれるんですよこうやって。でお礼に愛の結晶を渡されます。ハートのねなんか宝石みたいなものなんですけど、で今ちょっとね触れないんで見れないんですけど、愛の結晶自体は最大で15個もらえます。実は15個もらう方法も簡単にもらう方法もあってですね、ただその方法はまあ邪道だなと思っているので、やりたい方はね全然やってもらって構わないんですけど、私の動画の中では紹介しないようにしたいと思います。そしてここまでね見てもらって分かる通り、このイベントには決まったルーティーンが実はあります。まず6月1日、皆さんが始める今日、まずリサに話しかけると挙式風のレイアウトをしてくださいと頼まれます。だいたい最初はピンクと白でお願いされるんですね。で終わった後もらえる家具はウェディングなベンチをもらえます。そして2日目、6月2日は披露宴なレイアウトをお願いされます。こちらもピンクと白を基調にしてお願いされますね。もらえる家具はウェディングなテーブルです。そして6月3日挙式風でお願いされます。ウェディングなフラワースタンドがもらえますね。そして4日目、披露宴ウェディングなメインテーブルがもらえます。で5日目、挙式風なんですね。でウェディングなパイプオルガンがもらえます。そして6日目なんですけど、6日目は披露宴風のパーティーを行いたいと言われるんですよ。でこの6日目に行われる披露宴のパーティーに関してはこのイベント中1回しか起きないんですね。今朝ね朝方上げた動画の中で3分ぐらいの短い動画なんですけど、それもねこうノーカットで上げてあるんですけど、その披露宴のパーティーはこのイベントの中で1回しか起きないのでね、皆さんちょっと大事にレイアウトしていただいてしっかりとね目に焼き付けてほしいんですが、でこの時に6日目にもらえるのはウェディングなアーチとリサと改造の絵皿がもらえます。それ以降はですね、ここ6日目を境にしてその後は7日8日9日と見ていったんですが、リサから言われるテーマはですねガーデンとシックとキュート、この3つがランダムでテーマとして出されます。もうこの繰り返しになっていきます、7日目以降は。でそれぞれのテーマに合ったものでレイアウトをして愛のかけらをね集めていただいて、改造に家具の交換をお願いするといったルーティンになっております。でだいたい家具をコンプするのにかかった日数は、まあ、時間操作してなんですけど6月の8日あたりでコンプリートしましたね。そして改造のアイテム交換は1日8個まで。何よりもリサが気にしているのはその日にお願いしたテーマの色なんですよ。だから色で合わせていただければね、あとはその日改造に追加されたタブの中の家具、左上にね赤いポッチャがつくんですけど、その家具を使用していればポイントは稼げます。写真の撮れ方なんですけど、写真にこだわる方はねさっきみたいに撮ってもらって構わないんですが、実際家具に改造とリサが被ってる状態で写真を撮影しても実は全然関係ないんですよ。家具が使われていれば問題ないので、写真撮影はねポイントは関係ないと思っていただいて大丈夫です。ではもらえる家具の種類を見ていきましょう。もらえる家具の種類はこれぐらいあります。ウェディングなベンチにそこから下まで行って純白のベールまでなんですけど、この純白のドレスから純白のベールまでここ5つ、純白のドレス、純白のタキシード、純白のパンプス、純白のシューズ、純白のベールは1日目から5日目までにもらえる家具と違ってですね、6日までが終わった時点、6日の披露宴のパーティーが終わった時点で改造にね注文することができるものになっているんですよ。なんでねこれは改造にお願いして注文しなきゃいけないものになってます。愛のかけらが64個必要になるので結構やらないといけないですね。あとはウェディングのラグがブルー、レッド、ホワイトと3色あって、で床もね3色あります。ホワイト、ブラウン、グリーン。そして壁に関しては4つありまして、ウェディングの壁ホワイト、ウェディングパーティーの壁とウェディングの壁ブラウン、ウェディングの壁グリーンと
なっております。あとこの家具なんですけど、この家具はねリメイク可能です。すべてリメイクできます。だからおのおのの島に行って島によって全然違うとかっていうわけではないのでリメイク可能になります。ただしすべて3色ずつなんで3つずつ必要ですね。ウェディングのベンチだったら15個の愛のかけらが必要だし、これが3つ分必要だということになります。そして4つ目 DIY レシピの有無なんですが、 DIY レシピは2枚あります。1枚はパニエルからもらえて、もう1枚は改造からもらえます。改造からもらえるのはウェディングなステッキ、使用するのはウェディングなフラワースタンド1つと星のかけらが3つとなってますね。ここでね新しいステッキが登場するんですよ。そしてパニエルからもらえるのがこのウェディングな柵です。使用するのは鉄鉱石5個とヤワ木が3つ、まあ簡単に作れるんですけどね。この柵が追加されました。この2つに限っては DIY レシピとなっております。でどちらも6日目の披露宴のパーティーを終えた後になって2人にね話しかけていただいてもらう形になります。ではねコンプリートした家具を見ていきたいと思います。もうバーっとね見ていきます。これはねベンチだね。ベンチも3色あるんだけど可愛いよね。キュートはピンク白だし、シックだと赤茶色、これはねもう薄い茶色になってるんですけど、後ろのオルガンもね色がマッチしてるわけですよ。シックなものはやっぱデザインちょっとシンプルだよね。でこれがシックなチェアだったりするんですけど、これね背もたれがね可愛いんだよ。これ背もたれがめちゃめちゃ可愛いの。バラがあしらわれてるのかな。で隣にあるこれが同じシックなやつなんですけど、フラワースタンドですね。でこのウェルカムボードに関してはね6種類あります。前後で同じ色になってるんですけど、改造とリサがね描かれているものとウェルカムと書かれたものが2種類ずつあります。もう一種類ここには置いてないんですけど、マイデザインをね使用することもできるんでうまく使ってみてください。でこれがね柵ですね。柵おしゃれだよね。博物館の周りとかに使ってもいいのかなと思うよね。すごく豪華な柵。これがアーチです。このアーチめちゃくちゃおしゃれ。まあ、個人的に好きなのはやっぱシックかキュートかな。これがねウェディングケーキなんですけど、これがガーデンなウェディングケーキで、これがシックなものですね。でこれがねキュートのやつ。もう女の子こっちが好きなのかな。でも大人っぽい人はやっぱこの2色だよね多分ね。でろうそくもウェディングキャンドルもガーデンとシックとでキュートなものとなっております。デザイン結構バラバラなんだよね。でちょっとね上からで申し訳ないんですけど、ガーデンなでっかいテーブルというのかな、メインテーブルはこんな感じになっております。色いいよね。でシックなものはこんな感じ、白とベージュを基調としたものになっていて、キュートはねこんな感じだね。すごく可愛い。でこれが改造とリサのお皿になるんだけど、お何何何、結婚すると喜びは2倍、悲しみは半分になり、生活費は4倍かかるようになる。なんかすごい染みる言葉だね。はい、ちょっとね着替えてみました。純白なドレス、純白なパンプス、ちょっとパンプスは今見えないんですけど、これベールね、ウェディングベールをつけてみました。なんか垂れてた前髪もねピッと止まってね、いい感じに花嫁になった。しかも見てほらすごくない、なんかこうくるっと回ると綺麗にねスカートがひらーってなる感じ。いや素敵、やっぱこういうの好きだよね。はい、そして着てみました。まあ髪はそのまんまなんだけど、なんか宝塚見たくなっちゃったな純白のタキシードと純白のシューズかな、これはねお婿さんの方の服になります。これめちゃめちゃかっこいいよね。パッチン着てほしいな。そしてこの格好のまんま移動してきたんですが、これがね壁飾りになってます。左がガーデンで真ん中がシックで右側がキュートになってます。でこの下に置いてあるのが、これがウェディングなステッキになってますね。手に持つとこんな感じです。はい、こんな感じですね。結構可愛いよね。ということでですね、今回はこのジュンブライドをやっていくにあたっての1から5つのね方法をご紹介したんですが、今回はね風船からレシピが落ちるとか風船から家具が落ちるとか言ったことがなかったんで、結構ね今までの中では割と簡単だったのかなと思います。コンプするのは、6月の8日まであればコンプできることとリメイクができることを考えると結構簡単なのかなと。51種類もあるんだけど簡単なのでね、皆さんもぜひ気軽に挑戦してみてください。この動画が参考になったよ、面白かったよという方はね、チャンネル登録高評価してくださると嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。またね、バイバーイ。
君は